ブワディスワフ・ヒエロニーム、アダム・サングシコは、オーストリア領が立ヤのポーランド人貴族、軍人、実業家。サングシコ家の公、公爵。エウスタヒエラズム・サングシコ公とその妻のクレメンティーナ・チャルトリスカ公女の間の次男として生まれた。1830年末に始まった11月放棄には、兄のロマンと共に参加し、ポーランド側の軍最高司令官。 ユゼフ風付きの副官を務めた。1844年に、父が死ぬと、シベリアに流刑になっていた兄に代わって、サングシコ公爵家の家督と所領を相続し、模範的な所領経営とアラブ種のヨーババ経営で有名になった。翌1845年にタルヌフ氏における歌手、ビール、密種の世襲醸造券を買い取り、その後も西がツヤで種類の販売事業を拡大する。 ことに熱心だった。1848年革命では、タルヌフ氏の民族革命派評議会のメンバーとなり、ガリツヤへの自治権付与をオーストリア皇帝に陳情する代表団に選ばれた。1861年にガリツヤを王国議会議員に選出され、議会では農民を封建的な霊属から解放するよう主張したが、1863年の民族放棄に際しては、 オーストリア帝国政府の一員として、反乱に参加しない立場を明確にした。1861年より、オーストリア貴族院の世襲員席を与えられた。また芸術家の講演者としても知られ、1851年より、クラックフの芸術振興協会の会長を務めていた。1829年に、ヘンリク・ルボミルス機構の娘イザベラ・マリア・ルボミルス家と結婚し、 マニサンガン2条の5人の子女を設けた。長男のロマンダミアン・サングシュコと次男のパベウロマン、サングシュコが事業の経営を引き継ぎ、末息子のエウスタヒ、スタニスワフ・サングシュコは政治家として活躍した。長女、ヤドビガはアダム・スタニスワフ・サピエハと結婚した。ありがとうございます。